なんか私メイクってねちゃんともうフルメイクするかがん完全すっぴんかのいつも2択なんだけど今日はちょうちょう珍しくなんかちょっとだけメイクしたって感じアイラインとまつ毛上げて今落ちちゃった時はリップ塗っただけまつ毛上げるだけだいぶ変わるよね <laughs> なんかほんとに1なんか0か100かみたいな人間だけど今日は。 20とか30メイクのなんて言うんだろう進み度的に <laughs> 珍しいですメイク全くしてないかがっちりしてるかのどっちかだからレアですディネさんだるまユマシンさんかわいいミクくんありがとうこちらこそありがとう着慣れて嬉しかったですラベンダーさん服とえっ、ー、とだるまありがとうマクさんかわいいアンタさんかわいいありがとうスプマーンデさん猫招き猫 にゃんにゃんありがとう。クサンいいねんありがとうお肌も今日は何もしてない。明日予定があるから今日はしないでおいた。そうちょっと椅子あるそうだねちょっと椅子ある。ふゆうなんちじゃないよ誰のお家でもないよ。お仕事です。ゆうなさんは。 ませんね一人です今はまっちゃん Q さんハート徳島のひい君だるまありがとうあこちらこそお話し会ありがとう昨日山師さんたるまありがとうこんばんはまっちゃんたるまありがとう何分しようかなみんなどんぐらいするかな

あの店に投げてないですか？こんばんは。こんばんは。やっぱまつ毛上がってるだけでだいぶ変わるよね。そう。今日は珍しくお勉強した。ホテルにもお勉強持ってきたの。教科書偉すぎない。さすがにそう。お仕事先でもお勉強とかえらすぎない。移動中も今日勉強してたんだから、さすがにえらすぎるかも。科学と情報を持ってきて。あと英語もやってた。駅で。 <laughs> よいしょこんばんはこんばんはエイターさんだるまありがとうえらいしょほんとに徳島のひい君だるまありがとうよいしょよいしょな何でまでしようかな分かんないえ今 同期発信してるからリアちューとミーパンさっき一緒にしちゃったよね他の子してないかな今何時までするやろみんな明日雪降らないよ最近はちゃんと毎日勉強してるもんももさんハート山進さんハートまゆさんハートありがとうね大阪楽しかった嬉しい確かにできないところあったら <laughs> えーどうだろう。今んとこ良さげ。昨日の配信ね、そう、リエチとだったの。リエチさんとは初めてかな、二人きりでやるのは。私限定、ほんとほんとか <laughs> あ、リエチね、15分から入ってた。じゃあ今から始まるやん。かすみんとかどうやろう。今日、お兄さん、だるま、ありがとう。コラボするってね、かすみんが言ったからね、3人でしようみたいになったから言ったら、 やっぱり一人でするって言われてりちも一人でするって言ったから私は一人で悲しく帰ってきたとこだよ今 <laughs> 悲しく帰ってきたんだよ今帰ってきてすぐ始めちゃったね大阪楽しかったそれなえー、幕張のいいねリリーブ行ってきたのめっちゃ羨ましいんだけどマキさん結婚して他にも投げてるな りえちゃんは今さっきやったねリりあちゃんとみぽの配信は見たよちょっとだけこんばんはこんばんはマこさんだるまありがとうマ、まあ、ちゃんほしいありがとうそうだね、しみさらさんとね3人でしたわそういえば徳島のひいくんかわいいありがとうマスさんハートありがとう 青のたるまありがとうそう突然ぼっちにされた最初かすみが誘ってきて「いいよじゃあ2人ですよう」ってなってじゃあやっぱ3人でしようってなってるでりえちんに言ったらりえちん1人でするって言って「えカかすみと3人する?」って言ったじゃんじゃあかすみに連絡しようって言ってかすみに連絡したら「やっぱ1人でやる?」って言われたからりえちんの部屋から悲しく帰ってきたとこ <laughs> 振られましたでイチゴささんんにも電話かけたけたどイチゴさんは 24時までできる人だからって感じかも <laughs> って感じです <laughs> みんなしてくれないリエチさん始まっちゃうしカスミンさんも一人でやるしいちごさんは年齢が上だしどうちようって感じ。 誰か来てって感じですよ。りえしーー投げてないですよ。それは投げた人が言うことですよ。あだめさん、だるま、ありがとう。広島、おパセリさん、すごい。服かける十、ありがとう。これ、私のどこにも、服が来るかな。<laughs> ありがとう。うえー、でも、今後は分かんない。 分かんない他はコラボしないかな多分イチゴんとこに私がいかん限りないと思うけどそうあ私が最初だったんだありがとうウェディングは私の時期え七並べのウェディングのとかめっちゃめっちゃ4月とかに撮ったやつだよやば大事にしてね 髪切る予定はねえひい,いちゃん本当短くなったよねでも成人式終わったとかな切るんならもうバッサリ切ってボブにしてもいいしなんならショートにしてもいいしあでもショート似合わんかなショートこんばんはこんばんはしとみさんだるまよしみさんだるまありがとうえ半と雑草みーぽんにあげたの マイさんからも歌われたのあららららあららら,らマイキューさんはそう人気だよ3期生三期生人気すごいよ超人気超超人気あ3期私しかほんとかこれ <laughs> もうねほとんど直ったでも昨日あのいっぱい喋ったらそ,うそれまでだいぶ良かった一昨日とか良かったんだけど昨日喋りすぎたちょっと戻ったなんか。 2歩進んで1歩戻った感じ <laughs> あ AKB さんの18期の方ねアイスレモンさんだるまかずさんハートありがとうゆゆはね今はね同じとこにいないのよいたらしたかったゆゆゆゆゆは今みんな3人とバラバラのとこにいるからダメだ駅伝はね走る走ってるとこは見えなかった でも走る人を見守る人なら見た <laughs> 行きましょうかやばいデ <laughs> サイスハートさんだるまさばやかさんハートありがとうえー、寒くなるかなやだねひーちゃんめっちゃ短くなったよね隠し通すためにフードとかかぶってショールームしてたもんよく隠しきったよねすごいよね ひいた人びっくりしただろうねあれ近く並んでるって思ったら髪切ってるじゃんみたいなそう今日配信どうしよっかな他の子次第かなこの後もしかしたらどっか行くかもだしねひーちゃん私ね前の写真と見比べてでもね私は1個許せないことがある1 <laughs> 個許せないことがあるんだよねひーちゃんはひーちゃんね 髪切る一週間、ちょっと前の1月8か何かの僕たがポニーテールかなんかしとったて、ポニーテールだっけポニーテール確かしとったの。で、それを X にんげとって、その写真が可愛すぎて、好きすぎて、え、ポニーテールまた見たいって私言ったんよね。そしたらひーちゃんが、え、嬉しい絶対今度するねって、そう、LINE でね、送ってくれたし、直接も私褒めたの。だからいか、いつ見えるかないつ見えるかなって思ったら切っちゃった。<laughs> え 見せてくれるんじゃなかったのみたいな。ちょっと <laughs>。って感じ。ふふって感じ。私はありがとう。くまねパパさん、だるま。え、マイケルさんとかかわいかったよね。そう。そうなの。こんばんこんばんは。そう、なんか、青い服を着た人がいっぱいいた。 タクシーに乗ってたんだけどそしたら青い服の人いっぱいって話してたら今日は駅伝だからですって言ってそうあっ伝あるのはしてたけど今日だったんだって思ってそこで思い出したそうなのなどはそこまではめっちゃあるわけじゃないから大丈夫よさっきが私以外っきしてないほんとかほんとかマイキューさんとのツーショット 撮りたいね、次はお会いするときあれかなオンラインとかかなスペイ部はね先輩と違うしすごいねひーちゃん2日間ぐらいかな隠してた今日兄さん服ありがとうえひーちゃんしようと本ほんとびっくりだよねそう毎日配信ひーちゃんもしてるから頑張って隠しとったの同期はそれを知ってたえびっくりしたよねあれもうほんとに 私はひーちゃんのポニーテール好きだったひーちゃん考えたら一番ポニーテール好きだったのに私そんな人にわざわざそのスクショスクショ保存して送ってそんな言う言うってだいぶのことじゃんそこまでしてひーちゃんにえこれマジでかいってめっちゃ褒めたし1回どころじゃなくて3回4回5回ぐらい見たのに「来ちゃった見たかった」そう騙されました でもひーちゃんの「おう」が見えたから OK って感じそうなのよそうマックスさんハートありがとうショートにはでも今3期みんな切りたがってるでもでも成人式終わってからかな切るならそうねびっくり3期で。 こうやってばっさり切ったのはひいちゃんが初めてだからみんなびっくりしてた似合うよねまつげ上がってるだけでめっちゃ顔の印象変わるすごいういちんさんかわいいありがとう通称えあねえ <laughs> 福山の時ねあったねあれレーンの話し会が成人式は3年後かな そうアーシャをね多分春とかに取ると思うからその前にみんな切るだろうね切るなら基本ねダメでして言われるけどひーちゃんよかったよねめっちゃ似合っとるし超良いまだ切ってからは2回しか会えてないけどそう早く会いたいですだよねアーシャ新しくする前にはやっぱ切りたいよねフ <laughs> アーシャはまあ当分切らないかなうん 似合うかな小学校とか時はずっと短かったあのバレエやってる時期はめっちゃ短かった今のひいちゃんよりもいちごよりも全然短かった男の子のまではいかなかったけどだいぶ短かったよそうね新幹線のね席席倒させてください私言えない人なんだよね 言えない申し訳ないって思っちゃう人だからそう <laughs> だから後ろに人がいない時は倒すけど人がいたらもうほぼ直角でいつもいる今日も <laughs> 昨日もそうだったかなえ大阪がすごい並んでたよね私たちの一番端のレーンだったけどこのブワーっていう人の列が3列以上続いてたもん4列目に差し掛かってたびっくりしためっちゃ嬉しかったもん 途中からね本当は3人で1レーンだったのに他の先輩方が終わって最後まで残ったのかな私たちのレーンがだからレーンをこ個人レーンに途中から <laughs> 分けてね再会したからこんなことあるんだって思った嬉しかったでも今回のでもしかしたらじゃあこれからね個人レーンになるかもねって話して嬉しいけどそれは寂しいねって話してたんだよね。 こちらこそ昨日ありがとうまさやさんたるまありがとう髪の毛はそう大事 <laughs> えそう髪乾かすの楽になるっていいよね私は長いし量が多いから時間がかかるのよそう声だいぶ治ったそうバレー打つ方のバレーです踊る方じゃなくて冬のパン祭りさん服ありがとう何枚で欲しい面白い マイさんと撮れるかなでもあれメイクするところが目の前だったんだよねいさんでもそう多分古ブスだろうしお疲れだと思うから私先輩方ってあんまり積極的に行けないからそう迷惑じゃないかなって思っちゃうからだから行けなかったねそうなの 三期生の誰が後ろにいよてとも直角で寝る普通にそう <laughs> ねレーンが溢れてたすごかったあカイシェクだっ解釈だけなるほどねえー、気にならない本当に私はもう倒せないタイプだねツーショットやばかったよね本当に。 ご飯私、本 <laughs> 当にもうお待たせしましたって感じで、申し訳なかった。何も言わずに通したらなんかイメージ悪いかなって思っちゃう。どうすればいいんだろうね。えー、結構そう、みんな並んでたのよ。嬉しい、本当に。嬉しいよね。次はね、個人例になったり、完売を出せるといいなって。最近そう、3期に袋に似てるって言われる。 本当にでも自分でも思ってきちゃったこんな感じ袋のロウのまねさんめっちゃ細いよ山神さんここは池袋さんだるまありがとう2周2周するの1時間弱かかった端しこ私たちの例のことかなねそうまとめ出しそう何回も回れないからまとめ出しで来たって方も何人かいらっしゃって。 すごい並んでたもんねそうええー、嬉しいかな声かけられたら <laughs> そう私から声かけるマイキュさんに私も話したい <laughs> 話しかけちゃおうかな気づかれないにゆっくよりえー、なんか3列とか2列だと隣のも同じにしん気づかれちゃうかなってそう そうなの同期とはいえそうなんかなんていうんだろうそういうのがしづらい仲とかではないけど個人的に多分私がめっちゃそういうとこが細かい人だから倒すのは躊躇するね三3人の連本当にすごかった嬉しかった黒のまね確かに滝行もあるし まず番組自体始まったのもあるし、X はやっぱり大きいと思う。今までメールとブログぐらいしか自分のね、アピールする、できるとこってなかったから。待って、私ブログ明日じゃん。提出し忘れた。書いたけどまだ提出してないで。45に終わろうかな。45。え ?X って私投稿したっけ投稿したかしてないか覚えてない。 も書いてもあとポチッて押すだけなの覚えてるけど終わったらブログをマネージャーさんに送って「X 投稿してなかったら投稿して明日に備えよう」えねリリーウェイ行ったんやいいねそうツーショットはそう早めに並んどかんと大変やったよねね後ろに20枚ぐらい持ってる方ええー、すごい <laughs> すごいねね倒す倒さないで清水さんと嫌いになったメンバーさんその話私聞いたことある。わ <laughs> かるよわかるよ。そう。ね申し訳ない。そのなんか倒し倒していいですよって言われても倒してそれで邪魔になったりしないかなーってなっちゃう。やお父さん、星ありがとう。 そうのいや3人に会えるまあ3人の近くにはいけるけどどうせ一緒に通所取れるのは1人だけだからそうそこはね変わらないんだよね確かにピアノピアノのポーズいっぱいしたよこうやってちょっとお化けっぽいよね <laughs> そう縁起がいいも確かに。 今日の投稿まだしてないあッ OK じゃあとポチってしとく今日の投稿はねなんだろうイメージ的同期のイメージ的に言うとリア中とかそういう系かな <laughs> ちょっとあざといって感じのそうなんかヒントは橋本環奈さんでバズったやつかな橋本環奈さんがめっちゃバズってた そうなんとかしていいよっていう分からんかな <laughs> 有名なやつよく X をネタになるやつかなそう間近で見れるのはねお得よね本当にそれはあるでも話せるのは話せるっていうか通ー演のは一人だけなんよねそうスタッフさんに呼び出される「奥田さん何まーい?」って。 セガーさなまいってそうえおばけにいずれのねポーズなるよねそうリアチューはアザチューですアザチュウあ <laughs> チュウあざといですねそうちょっと気まずい本当にそう <laughs> 気まずいうわ高橋さん合ってるよ合ってるそうデートナウデートナウに使っていいよだっけな テ,テンプレ <laughs> そうえそう並んでる時もねあの手振ったりしてたあとはすごい列が並んでたからそう何回も列本当にこれって私たちの例にこんな3列も4列も並んでるのかなってめっちゃ確認しちゃったもん嬉しすぎてえこれ全部そうえ本当にみたいな3人でびっくりしてた嬉しかった そうそうなのよあくちのスタッフに「あのアイドルさんの名前教えてください」って私えどういうことスタッフの方にもあれかなどんな子か知りたいと思われちゃったのかな嬉しい <laughs> そうめっちゃ見に行ってたそう嬉しかったもんなってめっちゃ嬉しかった3期え行ったかありがとうそう彼女感ってやつ こんばんはこんばんばは2月8日ねオンライン待ってるね別の例に並んでる方に手を振ると自分の例にたまにあるね嬉しい <laughs> 嬉しいね全然今回もあった前回もあったでも今回は常にお一人ぐらいはお話そうできてたからあんまりタイミングなかったけどそう めっちゃ横にそう確認しににた本当にこれそうって言ってそうなのと隣であの葵さんのね何て言ってセレモニーなんて言うんだろうやってたのもあってなんかの見間違いかなって何回も見たけどやっぱり並んでた嬉しかったそう実はぶっぱいのええー、たまに間違えて習うとかあるよねそう あ、なるほどねスタッフの方が途中から変わったもんねレンがしさんだるまありがとうあくスタそう今日も持ってきてるよかいでしょ今日もそう県内ではないんだけど県外行く時はいつも持ってってるかも福岡も持ってったおりこちゃんを連れて いろんなとこに行くのええー。そう <laughs> ええー、四日誕生日なのオッケーねリアル本当に当日券ができたって大きいよね当日券だと黄色い紙なんていうんだ紙を持っていらっしゃるからあー当日券で来てくださったんだってわかるでも実際当日券で来てくださる方もたくさんいたからやっぱり当日券って大きいなって思う そうしゃめメ会はえはえメンバーの中でもだいぶ近い方じゃない私だってもうほぼ壁に当たってる気がするもん本当に <laughs> 本当に近いと思うなんか写真見てて思うけど確かに私近いかも <laughs> もうギリギリまで寄ってるよえかわいいしょこりゃシナモンの入れ物そうなの 焼き飯部入部希望さん前も来てくれたねハートありがとうお守りそうなのよそうなの <laughs> 自分のファンの方が言うな を締めば前あったかな今このルームにいるな <laughs> えでもナーみンがなーみンが自分のファンの方だから自分だと思って行ったらたまたまその時は言うなで一応恥ずかしくなって顔赤くして帰ってくるとかあったそうなのちょっと気まずいよねみたいなでもしょうがないよね <laughs> そういうことあったのよ えね当日券の売り切れてたみたいだよねそんなことあるって思って嬉しかったねそうなの広島のお話か当日仕事だけど来てくれてもいいんだよ来てね <laughs> ね本当だよ指定そうだね指定されてる位置 位置より全然内側入ってたわ私なんならあれ無視,無視っていうかあれが指定なのね <laughs> なんかただ置いてあるだけかと思ったそうどこまででもやっていいのかと思った <laughs> ねえノアミおもろかったなんかその列に並んでるファンの方でもそう笑いが起きてたわマク、ま、さんタコありがとうねあれはねえちょっとね <laughs> 面白かったよね ちょっとねね気まずいけど、ねね、当日券そう今回のねシングルからだからこれからもね会ってほしいよね確かに当日券より劇場版がね一番安いし劇場版はさっき研究生の曲が入ってるから <laughs> ゆうウフだつあそういえばね今手元にピアノ家じゃないから手元にピアノないから弾けないけどね昨日ね一応と電話しながらね そうイチゴがなんかヘタレを歌ってたからヘタレ弾けるようになったヘタレのサビ家帰ったらヘタレ弾くねねそんたに悪い <laughs> どうでしょうでもね恥ずかしいよねそうなの指定してるああ床にあるやつね床っていうか座るところの半分以上見えてるそれは私だいぶ寄ってるね <laughs> ライブやってるねそれはやってるわ私どの先輩のとこ行きたかった卒業されてしまう先輩方のとこに行きたいかもそうあのあ広島撮ってあるのありがとうでもお仕事なのか大変だねね握手会っつか始まるんかねそうおりこちゃん 持ってっててた今日も持ってきたもう私もう最近最近県外での仕事が何個か続いたんだけど毎回持って,ってってるこの子 <laughs> そう今日は手持ち配信ベディックス飯さんかな花束ありがとうそうちゃんと組み立てるよお <laughs> きたいから。 はパーーソナルスペースペが狭いですね同期とある時歩く時も常にそうなんかもうもう密着してるかも <laughs> 近いかも極端かも近い時は近いし遠い時は遠いミカエルさんだるまタカケイさんだるましおりんさんだるまありがとうおりこちゃんかわいいっしよふふん そうねアクスタはやっぱりねそう持ってかなきゃねーあ <laughs> なんかかわいいギフトだありがとうねあもう壇上読みの時間だ気づいたらやらなきゃよいしょやばいやばい確かにチェキチェキも確かに私アンナさんの持ってるんよね チェキかでもチェキあしティナル部アのチェキだからあのチェキをカバーするシート的なやつシートっていうかカバーっていうのがあんまり売ってないサイズだからさ通常のチェキより大きいからそれが見つかったら外にもそう持ち出そうかなってスタバ行った私も昨日スタバ行ったんよね終わってからそう大阪で <laughs> そう大阪でねあのスタバ行けたよ嬉しい大阪 で前スタバ行ったことあるけどその時チケット使ったからスタンプラリーの方できなかったけど今回は普通に払ったからスタンプラリーこれで何軒目だろう1231234567軒目かなスタバで店舗数は今31店舗になりました行ったことあるまあそうスタンプラリーで行ったことある店舗数もう人生で行ったことある店舗数なら50とか多分超えてる <laughs> そうそうなのよ <laughs> ねそうなのスタバ大好き今回も今県外にいるけどこの県でも行きたいなってとこ、うん、そう誰かの声が聞こえる誰だ <laughs> わかんないやよし終わるか <laughs> 終わるかじゃあ17からいきます17位でサイスハートさん16位ラベンダーさん15位冬のパン祭りあと寒い時のカプサイメン最高えカプサイメン味しいよね3回ぐらいしかでも行ったことないわ14位ももさんと13位だこの言い方したことない <laughs> 13位福太郎あとヤミーズさん12位きお兄さん11位八百太あと妻ビンさんトップ10 10位バンタさん9位徳島のひいくんあっといひひありがとう8位マコあとおつまみお勉強お疲れ様ありがとうこの後も寝る前を勉強しますもう本当にテストが近づいてきて本当に嫌なんだけど頑張ります7位マコさん6位うまちゃんあとよみゆずあんとおつまみひひひひひひひさんランキングが変わってしまったもう一回いこう17位ラベンダーさん16位冬のパン祭り冬のパン祭りさん15位ママさん 14、九二さん13、八尾さんとつまみさん12、ワンタさん11、徳島のひくん10位、マクさん9位、福太郎、あとヤミズさん8位、マコさん7位、ウマちゃん、あとヤミズさんとつまみひひひひひさん6、山新さんトップ55、よしみさん4位、熊根パパさんトップ33、スプマテさん2位、広島コーパセリさんそして今日の1位は。 どこ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 じゃんきょうのランキング1位はありがとうございますありがとうこちらこそありがとう私はこの後はブログを提出して X を投稿して勉強して寝ます明日めっちゃ朝早いんで明日朝5時台の配信かな 朝5時台の配信かそれかもう配信お休みか起きれたら朝5時台する帰ってからは家に帰る時間が未定だから分かんなくてだからするなら明日の5時台前半かなって思っててください起きてる方はぜひ来てください <laughs> では頑張って今日はちょっと明日ほんとに朝早いから 終わります。ワンちゃんホールになりそうです。で終わります。<laughs> バイバイありがとう。じゃあね。珍しいね行くの私だよ。